はい、こんにちは、富士山小切ジャンブリー2日目ですね、2日目で最終日なんですけれども、昨日の向こうのセンターの方で、ラストに、やらせていただいたんですけどね、皆さんで富士山って叫んでくださいって言ったら結構叫んでくれたんですよね、通りすがりの観光の方が、それがねちょっとまあ嬉しかったというかね、富士山見えないですね今日もね、曲からいきたいと思います。2曲続けて、メドレーで行ってみたいと思います。夢の娘と書いて、夢子という曲と天気お嬢さんという曲を2曲続けて聴いてください。
美人とは言えないけど、世間話など少しもしないで、いつも低気圧と高気圧がどうしたこうした、明日の散歩する気分でもない、でもやっぱり雨降りよりあの空がいいよね。だけどたまには雨も降らないと水不足で困るから、明日の天気は雨か雲か雷か雪かみぞれか通りかわたがしか台風かそれとも天気、とっても気になる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 、お天気お嬢さん早く教えてよ。座らせていただきますね。あの年の世界の立ってる時間に限界があるんですよ。なかなか、回復も難しいですしね、ちょっと限界まで来てるので、皆さんね、同じだと思うんですけども、人生でいきなり深い言葉出しちゃいましたけど、分岐点連続だと思うんですよね。いろんなところで人生の分岐点があって、ね、その都度選択をすると思うんです。右に行くべきか左に行くべきか、ね、あんなこと言わなきゃよかったなとか、ああすればよかったなとかあると思うんですよ。選択の連続、選択してますか。選択アタックを使わずにザブを使ったらもっとシャツが白くなったんじゃないかなとか、違います。 PA さん笑わないでください , 笑いって映るんですよね。もらい笑いって言うんですか。でそのね、人生のその選択ですよね。くどいようですが、自分で太いてなんですが、選ぶ方ですよ。あの時ああしとけばよかったな、こんなやつと結婚しなきゃよかったなとかね、そういうことを思ってるかどうかはまあ別にしてですよ。でもね、あの時にああすればよかったなと思っても、その時選択した
今がどうなってるかって分かんないじゃないですか。この辺にあの時に別の選択をした自分がいると思うんですけど、それは永遠にね見ることができない。だったら仕方がない、今の自分にねちょっと不満はあっても、かなり不満はあっても数十億分の1の確率ですかね、そのぐらいの確率ですかね、あの生まれた確率っていうのはね、今自分がねここにいるっていうのは奇跡だなって思ったりするんです。そういう歌をね歌いたいと思います。あなたへという歌ですね。あなたへという歌です。もしもあの道を選んでいたらと、時の流れが心揺らす時もある。遥か遠く優しいその笑顔は、今でも輝いているから、苦しみと言えることない悲しみの重さは、大切な人を失うたびに知る、ぽっかり開いた穴、痩せた体をいつしか強く温かく、歩まぬ道の先を思えば、永遠に道の光が眩しい。締め付けられる思いは、小箱の中で微笑むよ。口に出せぬもう一つの未来のあなた、思い出は命果てるまでそっとしまったまま、ねえあなたが寄り添った足元の幸せも悲しみもいつも支えてくれていたはずだよね。手のひらをそっと開いてごらん、あなたの命が笑っているから、あなたがあなた生まれた奇跡を今感じてほしい。笑い声も泣き顔もあなたの優しさの輝き、あなたがあなたに生まれた奇跡を大切にしてほしい。笑い声も泣き顔もあなたが生まれた輝きだから、
最後の曲になるんですけども、ガラッとドアを開けるがごとく、例えが変ですよね、ガラッと曲調がちょっと変わります。今ね、野良犬っていないですけども、その野良犬っていう歌を歌ってみたいと思うんですね。で、まあ、70年代、80年代の路地裏、ね、の頃をちょっと、まあ、その頃もうすでに生まれてた方、少なくとも物心ついてた以降の方がね、思い起こしながら聴いていただけるといいなと思います。野良犬です。泥臭い路地裏で風に舞う野良犬の餌、慰める夜付き合ってくれる、金で買える相手さえもういない、落ちたのは孤独のいたずら、破れた捨てきれない時の憧れ、着てるもの見ればすぐにぶらぶらた寂しがりや、せめてもの救いがポケットの中の安い酒場で歌ってもらう、あぐくぜに落ちたのは孤独のいたずら、破れた捨てきれない時の憧れ、落ちたのは孤独のいたずら、破れた捨てきれない時の憧れ、ありがとうございました。